よかったら今日からでも住み込んでもらいたい。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあいいんだね。給料は年に16ポンドだけど。はい、それで結構でございます。ああ、それからもう一つ、奥様を煩わせることだけはしないようにね。頼むよ。何かわからないことがあったら私に聞くように。わかりました。十分気をつけます。忘れないことだね。前の人は覚えが悪かった。だから辞めてもらった。変だと思うかもしれんがね、奥様は少々神経質ですぐに緊張するんだ。あ、エリザベス、来なさい。この人がコックのエリザベスだ。よろしく。ちょっと耳が遠いんだ。よろしく。エリザベス、今度来てくれたメイドだ。今仕事の説明をしていたんだ。すぐ働いてくれる。助かります。じゃあ待ってますよ。鬼ババアみたいな人ですね。どういう意味だね。意地悪でうるさそうなこと。同じ部屋で寝起きするのは嫌ですわ。あの目つきですもんね。そんなことより君のこの衣装はなんとかならんのかね。これが何か。なんというかケバケバしくて派手すぎる。あんまり品のないのは困るよ、ルーシー。私はナーシーですけど。ああ、ごめん、ナンシー。どうかね。服装には気をつけます。それで安心した。奥様は何でもきちんとしたものでないと承知しない人だからね。そうですか。そう、私もだよ。あ、ポーラ。ねえ、キスして。やめてくれ。知った顔だらけだ。みっともねえだ。あれが知った顔なら私は何よ。もう10年からの付き合いなんだ。だからなんだよ。何って、今年の夏はね、ピクルスやらなんやらの瓶詰めを22本も作ったのよ。コーンビーフも大きな樽いっぱいよ。それから自分に言ったの。ミニー、こんなに作ってどうするのって。この俺が頂戴するのさ。コーンビーフには俺は目がねえからな。そうよ、こっそり家を抜け出してきてお夜食に食べるのよ、うん、でも夜でなく夕方ここで食べてほしいんだ。ミニー、それはどういうことだい。そろそろいいんじゃないの、私たち夫婦になってもさ。俺は結婚しようってなことを言った覚えはないぞ、一度もな。いいのよ、口で言ってくれなくったって。結婚した私の妹知ってるでしょ。ああ、私に今シーツ作ってくれてるんだって。だから私バーナーのイニシャルを入れてくれるように言ってやったわ。ミニー、俺はもう61なんだぞ。やめてよ、俺は年だなんて私には取らないわよ。あんたが若いってことは誰よりもよく知ってんだから、うんうん、お見事だが獅子の急所を恐れている。気は確か。もうすぐ町は兵士でいっぱいになるわ。大使が獅子狩りに見えるの。知っている。獅子狩りを手伝ってやろう。大使に獅子をけしかけるんでしょ。それは婚礼の許しを受けてからだ。婚礼の許し、正気の沙汰とは思えないわ。あなたのせいだ。耳には甘い殺しゼリフ。言葉だけではない。スモモで獅子を射止めるコンタ。やめないと獅子に食いつかれるぞ。妹の気持ちは私にも分かるわ。奥様、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 ねえ奥様、帰ってきました。今車で軍隊から帰ってきました。誰が。チャドボッチャマです。チャドウィック。ジャック、チャドウィックが戦争から帰ってきたのよ。戦争してきたわけじゃないんだよ。そんなとこに突っ立ってないで。アロハ、チャドウィック。あ、チャドウィック、おかえり。ただいま。おかえり、チャド。ただいま。いや、おじさん来てたんですか。ああ、昨日来たんだよ。親父さんのネジを巻きにね。元気そうじゃないか。元気元気。早く水を止めないか。ズボ濡れになっ
ください坊ちゃま。ヨーロッパ楽しかったですか？ねえ、最高に楽しかったよ。ああご苦労さん。みんな元気そうでよかった。グッズ良くなると思わない？パパカメラ撮ってきて。そんなこと後でいいだろ。さあさあ入って話したいことが山ほどあるのよ。あのバッグを取ってこなきゃ。待って。あどうぞご心配なく。私が。止まった。ブラウンさん最低。本はどこにあるの？じらさないで。それがそうなのね。分かったわ。アストロスの呪文、これよ。旅の呪文もあるわ。これが虎の巻ね。参っただ。まだ耳がピコピコする。おかえりなさい、ブラウンさん。プライスさん、君の呪文のことなんだが、別の呪文にしてもらうわけにいかんかな。タカとかトラがいいな。私がウサギじゃ格好がつかんだろう。なんとかならんかね。あ、あったわ。大王移動に関する呪文。昔は大王移動、この力を生み出す呪文は5つの神秘的な言葉である。その言葉は、ブランさん、後がないわ。学校閉めたらそのためじゃ。残りはどこに？全くわからん。わからんってあなた、そんな事実なんじゃ。じゃあお聞きします。この本は一体どこで手に入れたんです？町の古本屋で買った。実はその時不愉快なことがあった。私の金が偽金だと文句をつけられ、喧嘩になった。救いになった男に。ところであなた、リネット殺しの犯人を本当にご存知なんですか？もちろんよ。ちゃんと証拠もあるわ。皆さんにお聞きしますけどもね、ルイーズを殺した犯人とリネットを殺した犯人とは同一人物だと考えられない？考えられますね。はい、よろしい。私はルイーズを殺した犯人をこの目でしかと見ました。先を続けてください。その時私は船尾に近いところで船員と話してたの。水牛とラクダが一緒につながれて畑を耕してる光景を見て、彼が説明してくれてたの。月の光の中でそれを見たわけですかね？まあそうよ。視力が良くて嫁が聞くのよ、ともかく彼と別れて部屋へ戻ろうとした時に突然悲鳴が聞こえたの。それはルイーズの部屋からだったわ。と思ったらすぐに部屋のドアが開いて誰かが出てきたのよ。出てきた人物を見たら、ジェイソンさん、おはようございます。困りますね。マープルさんだか誰だか知りませんが、迷惑なんです。お引き取り願えませんか？マープルです。お手間を取らせません。ちょっと確かめたいんですが、あのひょうき様が立ってらしたのはあそこですか？この方角を見てたんですね。そして凍りついた表情に。帰っていただきましょう。ベリーニの母と子ですね。素晴らしい絵画です。オリジナルは確かミラノのベレア美術館にあるはず。本当は何もかも単純なことなんですよ。何のことを言ってんのか分かりませんな。いや、お分かりのはずよ。あら、クラドック。なんだ、おばさんもやっぱり来てたんですか？ここが事件の発端ですよ。やはり現場へ来ると事情が分かりやすいわね。物事はね、正しい見方で見れば単純明快なもんです。すべてはバブコックがああいう人だったことから起こったことなんです。もういい、もういい加減にしてくれ。誰もしないのに二人して私の家へずかずかと出てけ。帰ってくれ。なんなら警察を呼んでもよろしいですよ。振り返ってみましょう。まずバブコックがマリーナさんと感激のご対面をしてどっと喋り始めるところから、マリーナさんは我慢して聞く、バブコックは止めどもなく喋る、まあそんな風に見えたわけです。そのうち急にマリーナさんの顔つきが変わってこちらを向いた。
命運が尽きたとでも言うような妙な表情になったんです。ローラ・ブルースターが来たこととは何の関連もありません。マリーナさんはローラもバブコックも見てなかったんです。あの人が見てたのはマドンナでした。あの絵、幸せそうな赤ん坊を抱いた安らかな母の絵です。